女万能が地球の侵略を開始した。それを迎え撃つ伝説の戦士たち、キラノレンジャー激、マンモスレンジャーゴーシ、トリケラレンジャーダン、タイガーレンジャーボーイ、ステラレンジャーメイ、地球の平和を守る5人のスーパー戦士。新番組恐竜戦隊10レンジャー、お楽しみに。シャトルを取り戻そうと必死の5人の前に立ちはだかるドーラスケルト、そしてさらに襲い来るドーラタイタン。その時大地を割って四五十ティラノザウルスが復活した。恐竜戦隊10レンジャー復活。神秘の力を持つという伝説の武器を手に入れるため絶望の大地へ向かった5人。しかしそこに待ち受けるバンドーラの罠。今こそ5体の守護獣を呼ぶ時だ。恐竜戦隊10レンジャー、戦え絶望の大地。数々の試練を乗り越えついに伝説の武器を発見する劇たち5人だが、バンドーラの邪魔が入り石になり始める。果たして5人は伝説の武器を手にすることができるのだろうか。恐竜戦隊10レンジャー、蘇れ伝説の武器。レディースジェントルマン、ウルトラなぞなぞ大会へようこそ。ドーラスフィンクスのなぞなぞに答えられない子供たちが次々と木の中に閉じ込められていく。そしてゴーシたちまでも。恐竜戦隊10レンジャー、怖いなぞなぞ。伐採が子供たちの木に迫る。そして巨大化したスフィンクスとグリフォーザー。今こそ四五十合体の時だ。走れダイノタンカー、発動大獣神。恐竜戦隊10レンジャー、盾大獣神。姿が見えないモンスタードーラゴブリンが子供の心を次々と食べていく。一体どうすれば10レンジャーは見えない敵と戦うことができるのか。恐竜戦隊10レンジャー、見える見える。食べる食べる。ドーラキルケが町中の食べ物を次々と奪い、みんな腹ペコで大騒ぎ。そして武器までも食べられてしまった5人の前に謎の老人ノームが現れた。恐竜戦隊10レンジャー、恐怖瞬間食い。大昔に滅んだはずの恐竜の卵がある。アペロ族のユーロ王子の知らせでダロス島へ急ぐ10レンジャーだが、魔女バンドーラもその卵を狙っていた。恐竜戦隊10レンジャー、走れ卵王子。ダロス島の卵を狙うバンドーラ1尾とドーラコカトリス2号。10レンジャーは卵を守り、恐竜を再び蘇らせることができるのか。そしてユーロたちは人間に戻れるのか。恐竜戦隊10レンジャー、猿はもう嫌。お呼びでございますか、ご主人様。魔法のランプを手に入れた子供たちはランプの精ジンに願いを叶えてもらって大喜び。だが魔女バンドーラがジンを狙っていた。恐竜戦隊10レンジャー、ご主人様。ダンが出会った少女ミチ、その道が見た吸血鬼はなんと彼女のパパであった。一体どういうことなのか。ダンよ、道を信じ事件の謎を突き止めろ。恐竜戦隊10レンジャー、パパは吸血鬼。名がバンドーラの毒リンゴに倒れ、ドーララドゥーンが子供たちから若さを奪っていく。ラドゥーンを倒せるのはプテラーローだけだ。頑張れ名、君の勇気で呪いを打ち破れ。恐竜戦隊10レンジャー、撃て黄金の矢。プリカンへの弟子入りに失敗した妖精ドンドンと、いつも怒られてばっかりの少年トシオ、二人はドンドンの瓶で大きなものを吸い込んで小さくし始めた。恐竜戦隊10レンジャー、小さくなーれ。魔界最強の剣デュラングルを手にしたドーラナイトがゴーシに戦いを挑む。そして大ピンチの大獣人を救うにはシゲル君、君の勇気が必要なんだ。恐竜戦隊10レンジャー、
破れ暗黒狂犬。仲間外れにされたサッカー少年イサムが黄金のボールを次々にキック。人々はくしゃみ菌を吸い込み、街中は大混乱。恐竜戦隊10レンジャーくしゃみ大作戦。秘密の森に無敵の戦士が眠るという、その秘密をめぐってゲキたちとバーザが戦う。戦士はついによみがえり、ヤマト族プリンスを名乗って変身した。ドラゴンレンジャーブライ、恐竜戦隊10レンジャー6人目のヒーロー。ドラゴンレンジャーブライはゲキを憎み、その命を狙う。バンドーラはブライに手を貸し、魔剣ヘルフリードを与えた。ついに激対ブライの血で血を洗う戦いが始まった。恐竜戦隊10レンジャー憎しみの兄弟剣。バンドーラのもとに新幹部ラミーが現れた。恐竜の卵がバンドーラに渡った時に大獣人は倒れる。5人は卵を守って一体どう戦うのか。恐竜戦隊10レンジャー女戦士サソリ。打倒大獣人を宣言したバンドーラ、敵たちは対抗策を探すが、バンドーラの策略でついに守護獣を呼ぶ。果たして大獣人は倒されるのか。恐竜戦隊10レンジャー大獣人最後の日。ブライが謎の少女から渡された重装剣を奏でた時、守護獣ドラゴンシーザーが出現した。大獣人なき10レンジャーは一体どう立ち向かうのか。恐竜戦隊10レンジャー守護獣大暴れ。暴れ回るドラゴンシーザーの前にゴシゴ獣が復活した。シーザーに挑むティラノザウルス、そしてゲキもブライと1対1で戦う。その戦いの果てに恐竜戦隊10レンジャー合体合流陣。ドーラピクシーが投げる赤い玉を飲み込むと、最初に見たものを好きになってしまう。グッグッ、ああ、ゴーシダンボーイも飲み込んでしまった。目好き好き大好き。恐竜戦隊10レンジャー好き好き超魔球。ドーラトトイスのシグナル光線を浴びたボーイは駆け足が止まらなくなった。トトイスの魔力を破るのは安らぎの花だけだ。走れボーイ、子供たちのために。恐竜戦隊10レンジャー亀で万年。公演の記念碑にまとわりつく蝶が次々と子供たちを襲う。そして記念碑の謎を探る帽子の前に伝説の毒蜘蛛ドーラタランチュラが現れた。恐竜戦隊10レンジャー悪魔の住む公園。毒薬入りのかき氷を食べてしまったダンとメイが突っ張りに大変身。3人だけになった10レンジャーは大ピンチ。ダン、メイ、正義の心を取り戻してくれ。恐竜戦隊10レンジャーかき氷にご用心。ドーラガズラーの毒バナ攻撃が人々を襲う。リシア族プリンセスの命だけがガズラーを倒すことができるという。メイは地球の平和を守るため自らの命を投げ打った。恐竜戦隊10レンジャーメイを食べたい。ランがバイトするラーメン屋に発生した赤いガス、地下でバンドーラが新しい粘土を掘っていたのだ。ドキータ粘土で作られたドーラフランケに10レンジャーは勝てるのか。恐竜戦隊10レンジャー大改造粘土獣。謎の世界へ連れてこられたゲキとブライ、ドーラフランケを倒すには兄弟の力で試練を乗り越えるしかない。その時重鬼神キングブラキオンが襲いかかった。恐竜戦隊10レンジャー謎襲う重鬼神。謎の柱は大サタンを呼び出すためのものであった。子供たちが次々に生贄にされ、バンドーラの命をかけた呪文が響く。10レンジャーは大サタン復活を阻止できるのか。恐竜戦隊10レンジャー
サタンが来る。サタンフランケの攻撃で大獣人が溶けていく。大サタンを倒せるのは究極大獣人だけだ。獣レンジャーよ、自らの使命に目覚めよ。恐竜戦隊獣レンジャー復活、究極の神。残り少ないブライの命、焦る劇のせいでドーラナルシスがどんどん成長していく。その時、劇の前に謎の戦士が立ちはだかった。恐竜戦隊獣レンジャー、劇よ涙を切れ。ドーラレーガーにさらわれた子供たちを救うには、沙織の持つ妖精の石が必要だ。沙織、怖さに負けちゃダメだ。勇気を出すんだ。恐竜戦隊獣レンジャー、教えて勇気玉。残りわずかなブライの命を全て使わせようと、バンドーラはブライを洞窟に閉じ込めた。必死に出口を探すブライ、残り時間は刻々と減っていく。恐竜戦隊獣レンジャー、ブライ生きて。忍法道場のボディーガードを引き受けたボーイ、ドーラ忍者を相手に繰り広げられる忍法合戦。戦えボーイ、不老不死の薬を守り抜け。恐竜戦隊獣レンジャー、忍者戦士ボーイ。破滅の鏡を見ると一瞬にして死ぬ、その魔力の利用を企むラミーと獣レンジャーの大海原での大激突。そして一人の少年が鏡を手にした。恐竜戦隊獣レンジャー、砕け死の鏡。恐竜の卵を狙うドーラ金閣、そして氷炭の中に閉じ込められたメイと子供たち。酒間くん会の中で劇たちは究極大獣人の真実の声を聞いた。恐竜戦隊獣レンジャー、恐竜が生まれる。子供たちが倒れていく。姿を変えては子供を襲う謎の女に対抗し、メイは次々と変装して女を追い詰めていく。恐竜戦隊獣レンジャー、メイ姫七変化。人々を襲い獣レンジャーをも攻撃する凶暴な怪物は、地底に住む伝説のモンスターゴダであった。しかし敵たちは意外にもゴダの涙を見た。恐竜戦隊獣レンジャー、地底獣の涙。残り4時間の命となったブライを何とか助けたい。敵たちの脳裏を走馬灯のように駆け抜ける戦いの数々。なぜだ、ドラゴンシーザーが街を破壊する。恐竜戦隊獣レンジャー、ブライ死の旅立ち。罠にはまったブライはバンドーラに、時の停止した部屋を破壊される。一方ゴーシとダンはブライの命を救うため聖なる大地を走る。残り時間はあと4時間。恐竜戦隊獣レンジャー、燃えよブライ。残り3時間、最後まで地球を守ろうとするブライ、そしてそれぞれの戦いを強いられる5人。急げゴーシ、ダン、ブライの命は君たちにかかっているのだ。恐竜戦隊獣レンジャー、ブライ死す。ブライを失った悲しみで戦意をなくしたシーザー、一方劇は悲しみを乗り越えて戦う。シーザー頑張れ、兄さんは俺たちの心の中に生きてるはずだ。立てドラゴンシーザー。恐竜戦隊獣レンジャー、蘇れ重装剣。剣道日本一の少女さやかのパワーを狙うドーラキマイラ、そして乗り移られたさやかの心にゴーシの必死の叫びが響く。目を覚ますさやかさん、子供たちが君を待っているんだ。恐竜戦隊獣レンジャー、女剣士日本一。自然を愛する少年光一はドーラユニコーンを操って街を破壊させる。しかし獣レンジャーの攻撃がユニコーンに炸裂した時、光一が倒れた。なぜだ、恐竜戦隊獣レンジャー、バカ野郎少年。
町を破壊する10レンジャー。人々は偽物の仕業とも知らずに劇たちを非難する。闘志を失いかけた時、5人は一人のおばあちゃんに出会った。恐竜戦隊10レンジャー、参上凶悪戦隊。守護獣によって大サタンの復活が予言された時、突如現れた謎の少年カイが劇たちを叩きのめす。そしてついにバンドーラパレスが地球に現れた。恐竜戦隊10レンジャー突入最終決戦。恐竜の卵とともにキングブラキオンが砂地獄に沈む。そして明かされるバンドーラとカイの過去。ついに大サタンが復活した。恐竜戦隊10レンジャー闇からの息子。大獣人とシーザーが死んだ。大サタンとタロスに破壊されていく地球。変身もできず絶望する劇たちの前にブライが現れた。恐竜戦隊10レンジャー神が負けた。魔法界をさまよう劇たち、今こそ5人の力を一つにし大獣人たちを救い出せ。大サタンよ、1億7000万年の戦いに決着をつけてやる。恐竜戦隊10レンジャー最終回、恐竜万歳。